スイーツ&カフェ専門学校、あ、なんかやってる、なんかやってる、あ、なんか、なんかやってる。じゅん散歩で来たんだけど大丈夫？映せない？プレゼンもやっておりました。プレゼン、すごいですか。すいません、ね、あのよかったら学校の学校の方、あ、いいです。こちらはスイーツとカフェに特化した専門学校、授業を見せてくれるそうです。あ、いっぱいいる、いっぱいいる。全部女の子ばっかしですよ。あ、男の子もいいですか。あらあらあら、すいません、じゅんさん、あら、すごいね、なあ、何パンを作ってる先生のコーナー。調理パンですね。調理パン、はい、ソーセージ入ってる。ソーセージ入ってるの。ソーセージパン、チキピンっていうパン。あ、そう。どうするの、これ。で、自分で食べちゃうの。家族にあげます。家族にあげない。 いい子だよ。で、いずれどうするの。君たちはなんかスイーツの店を作りたい、勤めたいとか、そういうこと。あ、そうなの。今スイーツ人気だからね。学生の8割が女性だというこちらの専門学校、調理はもちろんのこと、校内にある店舗で接客や経営といった実技も学ぶことができます。さらにこちらは外食企業向けに行うオリジナルメニューの発表会。幅広く経験を積めるとあって、レストランやケーキ店、ホテルなど様々な就職先が見込めるそうです。あ、こっちはまたラテアート。ああ、よくやってるよこれね。お尻でしょこれ。いや、これハートです。あ、ハート、あ、そうなんだ。こちらスチームしたミルクでございます。あ、怖い、震えそう。震えちゃう、ちょっと危ない。一度じゃあキスしましょうか。大丈夫。初めて、はい、あらあらあら、僕も初めてなんで今日ずっと震えっぱなしなんだけど。あ、こういう感じで。これは授業料は1年間分払うのかな。そうです。どのくらいですか。100ぐらいです。月8万か9万か。2年間でしょ。はい、そう。ほんでみんなお店に行ったり、はい、自分でお店作ったりするのね、はい、皆さんも生徒になりたかったらこのような感じで。どうもすいません、お邪魔しました。チョリース。